無事2度目の防衛ということで、前回はすごい緊張して、今回はなんかだいぶ慣れて、いい感じでこのまま3回4回と続けてきたなと思って、だいぶすごい皆さんすごいよくしてくれて、もうすごい今後いやすいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。この2人で3分取って、じゃあ GSC 行きますか。須賀選手 GSC は、はい、どうですか GSC の、この2人、これがこれじゃないですか。まずはチャンスナショナル、ナショナルカップ、チャンスのチャンスでジュニア、ジュニア次タック、次タック、GSC、 はい、村木さんが言うなら、自分で言ってください。分かりました。もしかしたら来るかもしれないです、はい、来ないかもしれない、まだチャンスも、その気持ちで総取り行きます。上半期総取り行きます。あんまり喋ってると怒られるんで、じゃあさっき言ってください。先ほど忠助が船木さんに電話番号聞いた、ああ言ってたけどな、おい電話番号じゃねえぞ、おい LINE だよ。俺たち金剛のグループ LINE に招待しようと忠助が聞いたんだ。だが船木さんは LINE はやってません、そうきっぱり答えられたぞ。ああいいか、おい俺と中島和彦がタッグのベルトを取って、ああ忠助と大原はじめがジュニアタッグのベルトを取ったらな、おい聞いてるだろ船木正和、 LINE を始めて金剛グループに招待するからな、おい LINE の金剛グループに入会しろ。以上だ、俺たちがタッグベルトを取ってデメーター船木さん入会させてやるからな。やっぱり負けるというのはね、悔しいですね、はい、強かったです。いろんな装飾は申し訳ないけど僕には必要なかった、はい、それで勝負して負けました、うん、ありがとうございました。